こんにちは。今回は青春日本語パンクの金字塔、ゴイステのボーカル、峯田和伸さんを言ってみたいと思います。ゴイステといえば青春パンクの最前線で、バンドブームが起こってた時は、みんな彼らの曲に青春を重ねたんじゃないでしょうか。みっともなくてかっこ悪い青春を歌にしたゴイステは、中学高校、イケてない童貞男子たちに絶大な支持を得たんじゃないかと思います。かくなる僕も好きな子に告白できない芋野郎で、何回ゴイステを聞いて励まされたか。彼らの音楽ってムラムラした青春と、恋に破れる大多数のイケてない男のためのバンドって感じですよね。Going Steady といえば1996年から2003年まで活動した日本のパンクバンドで、童貞ソーヤングや銀河鉄道の夜、ベイビーベイビーなんかが有名ですよね。女の子が聞いたらちょっと引くかもしれないんですけど、ライブパフォーマンスがものすごい過激で、チンコ出したりしちゃいます。さて今回は10代の女に飢えた汗臭い男どもの聞く青春最前線バンド、Going Steady と峯田和伸の歴史についてご紹介したいと思います。Going Steady のボーカル峯田和伸は1977年12月生まれで、山形県山野辺町で育ちます。高校は山形市立商業高等学校に進学し、軟式野球部に所属して、生徒会で会計監査の担当もしていたそうです。1996年、彼が18歳の時、大学進学とともに東京へ上京。その後大学でその後のゴイステのギター、浅井武雄と出会います。二人はその後フォークデュオを結成。1997年にはベースのアビコ信也が加入し、彼らのリスペクトするバンド、バズコックスのベスト版、シングルス Going Steady からバンド名を Going Steady と名付けます。1998年には初のデモテープを作成します。これが TB フリークレコーズのプロデューサーの目に留まり、オムニバスアルバム TB フリークは55に採用され、同時にドラムの村井守が加入します。1999年からは全国で精力的にライブをこなし、6月にファーストシングル You and I を発売。たった1ヶ月で1万枚を超す大ヒットとなり、当時のパンクロックシーンで一躍有名になります。この時21歳の峯田さんは初めて彼女ができて童貞を喪失したらしいです。11月にはファーストアルバム Boys and Girls をリリース。2001年にはセカンドアルバム桜の歌を発表。2002年6月にはシングルの童貞ソーヤングを発売。インディーズバンドでありながらもオリコンチャートで3位を記録しています。その年の12月には自身のレーベル初恋モード学園を設立し、シングル若者たち夜王子と月の姫をリリース。オリコンで5位を記録します。しかし2003年1月、人気に火がつき始めた矢先の全国ツアーを前に、突然彼らは解散を発表。最後のシングル、青春時代を4月にリリースし、解散しています。解散理由は、うちらのノリが出せなくなったので、ってことだったみたいですが、ギターの浅井さんと他のメンバーで音楽性が合わなくなったって言われてます。その後、峯田はギターの浅井さんのみ変わった銀杏ボーイズを結成。その後、銀杏ボーイズは2013年まで活動を続けるも、峯田を除く3人のメンバーが脱退し、彼はソロで現在も活動しています。いかがでしたでしょうか。峯田さんは現在朝ドラひよっこの変なおじさん役で、有村架純さんのおじちゃん役をしてたり、映画に出たり、俳優でも活躍してますよね。演技もすごく味があっていいですよね。峯田さんの音楽はいつまでも青春で、やり場のない葛藤とか、思春期のモヤモヤをうまく音楽で表現してますよね。峯田さんの世界観って本当にすごいなって思います。彼の歌詞って一つ一つに懐かしい光景を思い浮かべることができるんですよね。聞いた瞬間に一瞬で学生に戻らせてくれる彼の音楽はやっぱりカリスマですよね。最後にゴイステを知らない人のために絶対おすすめの曲をご紹介したいと思います。まずセカンドアルバムの桜の歌は全部インで聴いてみてください。特にラブソングのかよとベイビーベイビーあたりはハマるんじゃないかなと思います。他にも童貞ソーヤングやスタンドバイミーあたり言っとけば、現役学生の方ならゴイステワールドに引き込まれるんじゃないでしょうか。今回は青春パンクバンドの Going Steady の歴史と峯田和伸の世界でした。気に入った方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。